皆さんこんにちは。非常識な教室集客コンサルタント高橋貴子です。本日の高子録のテーマは環境の不平等を言い訳にしないということについてお伝えしていきたいと思います。環境というのはその人なりきで、与えられたものとあとは自分がねそう作っていくものっていうのはいろいろあると思うんですけれども、結果的にですねその環境を作っているのは自分なんだっていうこと、自責ですねの状態でその環境を捉えた上で、いろんなことをチャレンジしていくっていうことができるようになると言い訳っていうのが基本なくなりますね。で確かにですね、生まれながらにしてお金持ちみたいな方っていうのはいらっしゃるわけですよね。で生まれながらにして貧乏な人っていうのはいらっしゃるんですよ。でそこは確かに環境っていうのはあるかもしれないんだけれども、じゃあ貧乏だった人は全員がずっと貧乏でお金持ちだった人はずっとお金持ちかっていうと、そうではないっていうことですね。分かりやすいのでお金っていう話で言いましたけど、人とのお付き合いもそうですよね。ものすごくこう友達がいっぱいいるっていう状態を、友達っていう領域を どのぐらいの親しさを友達と呼ぶのかは別として、そのいっぱいいるっていう状態と全然友達がいないっていう状態があった時に、それはでも自分がいろんな振る舞いとか行動する上でいろんな人と知り合ったりいろんな方と絡むことによってその環境が作られていってるんですよね。ですから運不運っていうのは確かにあるのかもしれないけれども、まず一旦はそれを受け入れる、受け止めるっていうことですね。そこからスタートになります。だから自分にはこれがないから、自分にはこういう状態じゃないからっていうふうに思っていると、いつまでたっても何もできないんですよね。例えば私の場合だとお金がない幼少期の時代でしたので、子供の頃はねさすがにアルバイトをして稼ぐっていうことが難しかったんですけれども、一番最初にアルバイトしたのはやっぱ高校生の時ですね。その時に自分で働けばお金を稼げるっていうことを高校生の時に分かったんですよね。そうすると何か例えば欲しいものとかやりたいことがある時に対価としてお金が必要になれば、そのアルバイトの時間を増やすのか、もっと高給取りのアルバイトをするのか、そういうことを考えていくことになるわけですよね。だからお金がないからといって何かを諦めるっていうことは私はしないで生きてきていたので、結果として現段階でですよ、一旦欲しいなと思った、やりたいなっていう、物欲的なところはねある程度夢は叶ってますよね。例えば家を買うとか、海外旅行ね、今はちょっと行きにくい状態になっている環境ですけれども、海外旅行とかも大体行きたいところに行っていてっていうのもできてますし、会社を起こして、社長っていうのが偉くないはよく分かりませんけれども社長として動いていて、それなりに社会貢献できるように税金は払っているみたいな、そんな状態は作れているので、どういう状態であってもその目指す姿を諦めない限りはそこは叶っていくものだっていうのは私は信じているんですね。ですから環境の不平等っていうのはもう確実にあります。あるけれども自分がどうしたいかによってそこを目指すっていう自由は与えられてるんですよね。であればやるしかないっていうことで頑張ると、努力はね正しい努力をする分には必ず叶う方向に向かっていきますので、スタートは認める、そこから頑張るっていう考え方をね持っていただければいいなというふうに思ってます。それでは。